今回は5月31日のアップデートで情報修正が入った小規模兵を紹介するよ。城に帰るより効率よくなったことで敵陣に居座って内乱をたったり長時間戦場にいるメリットの高いカードやデッキとの相性がさらに良くなったね。お相手は幸運デッキ、こっちは1コスが4枚いて、こちらから攻めると餌を与えることになってしまうから計略面での不利が発生しない。開幕はリードを取りに行って、あとは守る展開に持ち込みたい。今は死ぬ番。心配は無用です。決めて行きますよ。おりゃ、自由を磨き決戦に挑むのです。今こそ進め、獲物を狙う猛虎のごとき。この札が一番です。2回のかましてやろうぜ。
忍ばん。今回は4試合あるよ。この試合も、キバナ、無力1のみのこっちのデッキでは厳しそうやけど、今回厳しいのは白兵戦の方やから。開幕の内乱は妥協、それだけで済むように低い位置で守りたい。一休みと。撤退もやむなしか。くそくそくそ。おりゃ。いざ戦場へ。撃ち出せ！撃ち出せ！撃ち出せ！ホーム開放！パスタ！おりゃ！撃ち出せ！ナンバル兵の強さを見せてやれ。気づけなかった。
敗は無用です。くたばれ。やってくれたね。見せてやる。いって、ひと休みとは。かわしてやろうぜ。感じるてめえらの視線をビンビンだ。黙れ。逃げたい奴はさっさと逃げな。非力の一撃でもことをなせるのです。皆の者、ナンバー兵の強さを見せてやれ。ボーグ解放。マスター。決めて行きますよ。
そんなに驚いたか。
は無用です。でかいのかばしてやろうぜ。オーグ解放マスター。目が霞んできやがった。希望の花を勇気に変えて。今こそ猛虎の魂を受け継ぐ時。この試合は、母兵を活用する機会がなかったけど、キレイの効果時間の長さの強みが分かりやすかったから選んだよ。
神格を授けようぞ。でかいのかましてやろうぜ。この号令で乱世の残骸を一掃する。でもバチは当たんねえよな。ご視聴ありがとうございました。